私のですね、手持ちの中に一人、仲間外れがおる。お前やお前やっていうか、まあ、こいつなんですけど、あのね、お前はちょっと、何した？お前さ、前回偉大な牙にさ、タイプ有利で向かってさ、殺されかけたろ。言ったんじゃない？これは。言ったっしょ、これ。言ってない。死んでくちょっとね、柔らかすぎるんですわ。ふにゃふにゃなんですわ。ちょっとですね、もうこいつには、危機感を持ってほしいと。とりあえず入れます。入れて進めますが、まあもう、鬼になるけどね、もう、姫扱いはしないけど。ミニゲームかな？できんのかな？今、チンリグいた？え？嘘？え？どこに？映りたがりか？なんか目立とうとしてんなぁ。変音動物館あるよな。え、またいた？飛んだ方やつだね。うおー、いた！俺が全然気づかないから、こいつ。実力で示しやがれ、お前はよ。なんでこいつなんだよ、そもそも。飛行欲張りすって面白くね？捕まえるか。飛べなさそう。ちゃんと風船で飛べるから。まあ、ゴーストとかが面白そうだよね、やっぱりノーマルタイプのテラスタルは。来たー。すっごい。欲張りすが、おうち。おお、欲張りすミラーじゃん。おい、なんだお前。回ったのか、そっち側に。いいじゃねえかよ、じゃあ。おめえごと貫いてやるよ。おらー最近のナロー系じゃん。追放されたやつがめちゃめちゃ強いやつじゃん。なんなんだよこいつ、マジで。どうなってんのこいつ。おかしいだろ。あれかな、モンスターボールがさ出るバグあったじゃん、あれが多分あのポケモンになったんだろうね。なんでよりによってこいつなんだよ。こいつマジ、なんなんだよ。投げます。水こぼしちゃった、飲んでんの。ちょっとチラ見してやがれこいつ。やっぱなんか起きるんだよな、こいついると。バトルもしてもらうぞ。自力でリレー君のピカチュウ狙ってんのか、お前マジで。お前はピカチュウにはなれない。